呆れた。こんな大掛かりなこと準備してるなんて。クリスマスの時からずっと兄弟じゃ結婚できないって何度も言ってやがったろ。だからこの日のために今までのコネをフル活用して用意した。あ、そのお前結婚してえのかなって思ってさ。あ、違ったか。違わない。嬉しい。すっごいすっごい嬉しい。そっか兄貴。ん？キョウスケ。なんだ。今までずっと私のわがままを聞いてくれてありがとう。どういたしまして。今さらどうした。気持ち悪いぞ。今ね、いろんなことを思い出してた。奇遇だな。俺もだ。私さ、あんたの妹でよかった。俺もだ。2年間お前の人生相談に振り回されてきた。ムカつくことばっかだったけどな、悪くなかったよ。バカな連中とバカなことやって、お前とは喧嘩ばっかして、俺までオタクの仲間になっちまって、むちゃくちゃ楽しかった。お前の兄貴でよかった。そっか、ならいい。で、この後どうすんの。そりゃ結婚式だからな。あれしかあるめえよ。あれって？うわ、分かってんだろ。はあ、やっちゃった。やっちまったな。霧もいいところだし、約束通りここで終わっとく。そうだな、そうすっか。卒業まで私たち期間限定の恋人になる。で、思いっきり楽しんで、卒業したら普通の兄弟に戻る。どうかな。おい、いいぞ。マジで。ああ、マジだぜ。じゃあ約束。はい、終わり。これ返すね。ほら、もう恋人じゃないんだから行くよ。へいへい。